バルセロナ、エジル買っちゃったよ。そして、メルティザッカー、1550万で売れる。オッケー、ありがとう。買ってくれました、アトレチコが。さあ、モンレアル売れちゃいましたよ。左サイドバック、現状、一人しかいない。さあ、これね、実際これも先に記者発表したら買い叩かれるやつだ。はい、新生アーセナルです。どんな感じですかね。ムバッペがワントップで、まあ、アンリ2世っていうポジションで、でホルスベリがトップ下に、入りました。エジルが移籍するのと、ベイルとかね、まだセカンドトップのこの後継者来てないんで、誰がいいとかあったらね、ぜひ教えてください。スタミナがあるテクニシャンっていうのがベストで、ベイルの場合はスタミナ78ぐらいでしたけど、ヘディングあってパーシューターあってって感じで、ここ使ってもここ使ってもここ使ってもいいんで、今いいなっていうふうに思ってます。でサンチェス、ラムジーがこんな感じ でジャカに、トリッソ、ビエラ2世のポジションで、でムスタフィコシェルに左、リカルド、ロドリゲス来ました、ベジェリンって感じで、で新戦力カンセロ、サンソン、イニゴ・マルティネスは後半から試していこうかなみたいな感じに思ってます。というわけで開幕戦リバプル戦です。スタート。さあ、ちょっと雨降りしきる中の開幕戦になってますね。さあ、キャプテンといえど立場は安泰ではないコシェルニ、そしてセルヒオ・リコが決まりかけているシェフって感じで、さあそしてリバプールはルーカス・レイバ、ララーナ、ヘンダーソン、フィルミーノ、コジニョ、マネ、クライン、ロブレン、マティブ、ミルナー、カリウス、お、ほとんどメンバー変わってないって感じで、ヘンダーソンの使い方がちょっと高い位置になってるぐらいですね。さあ行きましょう。さあ、もう雨だから気をつけていかないと。さあジャカからこれ、うわやっぱ雨だとなんかツルツルしてる感じするな、なんか。さあホルスベリーに通って、さあリカルド・ロドリゲス、うちの新しい武器になるか。さあマネが、マネ早い、マネの速さに、あでも出ないかボール、すごいな。さあホルスベリがこんな献身性があるんですね。ホルスベリはさすがライプスヒ育ちって感じで、こりゃ OK。 さあ一旦外に当てて、さあベジェリンが持ち前のスピードで、さあ行くか、どりゃ、おー決めた、ムバッペデビュー戦衝撃ゴール。さあ背番号決めてなかったらなんか10番になってるし背番号変えてなかったわ、後々変えます、すいませんシーズン始まった後変えるとか前代未聞だよ。さあ新生アーセナル、すごい船出になりましたね。さあここから、さあジャカがキープして、さあ左のサンチェスに一旦渡して、トリッソ、ラムジー、さあベジェリンが一旦当てて裏走って、さあこの辺はきちんとつないでいきます。さあムバッペ、キリアン・ムバッペが、さあいいパス出した。さあリカロドが走っていきますよ。と、とりゃ、ああなんか可能性を感じましたね。 OK。 さあここからどうする、すごいムバッペたまたまかもしんないけどすごいことになってるよ。さあ戯れてます、叩いてトンのトンのトン、すげえゴール。さあムバッペ、ホルスベリっていうね、今シーズン躍進中の若手2人がアーセナル加入して、ベンゲル時代の節約ぶりとかね、取ってた選手とかバカすか打ってますからね。あ、このパターン点取られるやつじゃない、ほらこのパターン点取るようにできてるやつでしょ。あ、よかった、なんとかなった、危ねえ。さあサンチェスから、お、危ない危ない危ない。さあパスを丁寧につないで、さあ逆サイド、 OK。さあ前に積極的にあんま出ていかなくなっちゃいましたね。ボール受けた後の連動した動き出しが足りなくて苦しんでおりますが、さあナイス、いいよ、ナイス判断。さあ
らしたラムジー、さあでかいのが来る後ろから、さあでかいのが来てたけど雨で滑るからな。さあここでも寄せていく、サンチェスがいい寄せをして、さあムバッペと連動したプレスをかけていきます。さあナイスカット、リカルド・ロドリゲス、リカロドって呼んでくれ、リカッちゃんって呼んでこうか。ナイスディー、ホルスベリー、すごいいいディフェンスしますね。思ってもない効果だったなこれは。お、裏抜けていくかと思ったら、だけど通りました。とりあえず、おー、カリウスがすごいセーブ。オッケー、裏ケアちゃんとできてました。さあホルスベリーからどうしよう、一旦落として、さあ狭いところから広いところへ、素晴らしい。さあリカロドが、おっと切り返すにはちょっと足りなかったね。さあムバッペに当てて、さあどう出る、さあ切り返してのトン、なんかすごいですね。おー、あと1点取ってとどめさせたいリバプールに。強敵相手に強いと言われてるリバプール。マネがいい胸取らしたけど、さあ落ち着いて OK。 さあ行きましょう。さあ難しい体勢のパスになっちゃったけど、さあホルスベリーそんな降りてこなくていいぜ。さあ OK。 さあ上がっていったベジリンを使う、あー惜しい。さあホルズベリーが段階的なプレスをかけれるかと、 OK、 ヘディング強い。そしてトリスト、あんま目立ってなかったですね。それでもちゃんと無失点に抑えてるってことは、さあ素晴らしい。そしてさあムバッペ、アンリ2世の、おいいよいいよ、左サイドでとりゃ、あー惜しい。だけどちゃんとここで回収して、あー大外に、普通のパス通んなかったか、ドライブパス。さあ奪ったリカロドから、おー裏に抜けていく選手、出せなかったね。さあマネは早いぞ。さあマネがいるサイドでちゃんとサンチェスが守備をしてくれてるのも大きいんでしょう。逆サイド怖いよ、ほら出てきた。おー危ねー、チェフ頼りになるぜ。 OK。 さあパチ引き返したところから、ムバッペあそこはキープできなかったから、ちょっと痛いねここは。おー危ない。さあムバッペが前からプレスをかけたいね。いやームバッペの鮮烈2ゴールから始まりましたけど、さあ相手はワイナルドゥムをラララに変えて投入してきました。さあムバッペが奪って、ムバッペ奪って、危ない、うわー、ファールもらえればいいけど、やっぱ雨だと滑るね。さあヘッドセットが解除されたことは気にせず、あフォルスベリーが、おおちょいミスった。OK。さあムスタフィからコシェルニ、なかなかパスが来ないぞ。OK。さあそして裏に抜けていく。OK。さあサンチェス。おお惜しい。さあ守備中、あおっとちょっと遅いところをすぐ突かれた。でもいい守備。フォルスベリーが結構降りてきてくれるんだけどな、こんなナスリみたいな働きは別にいらないんだけど、そっち OK。 さあここで
抜けていく選手を使って、さあトリッソがナイスないなしをして、さあラムジー、おっと後ろからのこんなタックルがありなんですね。おこれ滑りが相撲みたいな、オフサイドあるね。OK、ちょっと押され気味になってきたかな。おマネがタックルっていうことでイエローカードです。あホルスベリーか。さあそこだと出しにくいから、おおファール。さあワイナルドゥムにもカード荒れてきましたね試合が。シュート入るか。おお58分、さあベジェリンのナイスな突破から、あー惜しい、クロスじゃないとやっぱ厳しいんだな。スピードボールだもんねさっきから。さあ裏に抜けるようにしたいんだろう。お奪ったかと思ったら、あこれやられた、うわーやられたの分かったもんな今。さあジャカの前に出してあげる、あースピード、スピードっていうかタイミング俺がミスったな。さあムバッペが、とりゃオッケームバッペハットトリックやったすげえ嬉しい、鮮烈デビューだ、鮮烈的すぎる。何が起きたんだ、縦に当てて、いやすごい入るもんなんだね。なんだろう持ってんだろうな普通に。なんかもう銃で良くなってきたな。さあこの展開でイニゴマルティネス入れるの怖いな、センターバック流れ変えていいのか、ね、リードしててセンターバックを怪我でもなく変えるとか聞いたことないですからね。さあいいでしょう。さあリカロド頼む、さあ行ってこいムバッペ。これでああちょっと違うね、出すパスの種類が違ったね。だけどあっとこの辺は俺の勉強不足っていうか。あれホルスベリー、あでもあの感じでイエロー2枚は出ないか。さあうわー通んないか、あそこ、あーそこ通って4点目だったらやばかったんだけどな。さあ外に出したいね。ナイス、とりゃもう笑うしかないわみんながね教えてくれたおかげでねニアを見るようになりましたよ。だけどそういうの関係なくもうすごいよねこれ。ムバッペ大変なことになってるね、ムバッペ祭りだ。さあホルスベリ変えましょう。カソルナ入れてゲーム落ち着かせるか。でトリッソとサンソン変えてベジェリンのところをカンセロにしてどうなのか見てみましょう。うわムバッペ若さがまだあるな。さあナイスなコシェルーニーのパスカットから、さあ一気にカウンターいきましょう。まあ、ここでパス出してよかったのか。でもカソルラだからキープできて、そして大外上がっていきますカンセロ。さあデビュー戦だ、あー惜しかったですね、自分で言ってもよかったんだけどな。さあムバッペいくかさあリカルドのドイゲスいう動き、あちょっと流れた、ね、さあ精密でちょっと前に出しの、あただここはプレスをかけれる。さあムバッペがコースを切りながらのプレスでキーパーを惑わせる。おいさあやりにくくさせるプレスをかけれてますね。よしよしよし、もうリバプール全然思い通りになってないね。
さあコシェルニーからの、さあコシェルニー、サンチェス、ムバッペ、大外、サンチェス、さあ届くか、とりゃ、おお、ムバッペに当たった。それはダメだよムバッペ、味方のゴールを、お、ぶっ倒された。え、嘘、怪我したの？怪我してないか、よかった、よかった。いやー、すごいことになりましたね。いやー、マンオブザマッチだわ、すげえ、こんな演出あるんだ。さあムバッペ全ゴール見てみましょう。まずはベジリンの高速クロスを叩き込み、そして次はこのアーセナルらしい高速パスワークの中で叩き込み、そうか、裏に抜け出して叩き込み、そして最後はサンチェスの突破からちょっと戻ってフリーになって叩き込み、素晴らしいな本当に。さあというわけでムバッペの活躍で、開幕戦勝利に終わりました。それ以外の補強ね、エジルの代わりを誰に任せるべきなのかっていうのをですね、皆さんのご意見、お待ちしております。新生アーセナル、 LGM アーセナル、お楽しみ。ボー、ご視聴ありがとうございました。そしてコメント、チャンネル登録もよろしくお願いします。他にもレオザ・トゥーフェイスの音楽とか、レオザ・フットボール TV のサッカー動画とか、そちらの方も気になるよという方は下のもっと見るの方からぜひ